つまり物は見ようだっていうことで生まれてしまう、そのコンテンツをいかにコンテンツとして見出すことができるかって、もう人の能力じゃない、重要な指摘だよね。その商品を通じて売ってるものは何かの本質が明確になってない。はい、皆さんこんにちは。これから編集長の神野です。北海学園大学の佐藤です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日はですね、外国人観光客とかもだんだん増えてきてるなっていう、まあ思ったので、なんかその北海道の観光産業を今後より盛り上げるために、うん、先生が何か考えることであったりとか、うん、こういう可能性あるんじゃないかみたいな話を、まあ、できればなとは思っているんですけれども、うん、そうだね、まあ、なんかコロナもね、だいぶ明けつつあるところで、こう復活をねどうしていくかって、北海道とても大切だよね。以前北海道の温泉のスポットとか話聞いたりとか、うん、なんかその観光名所的な、ね、はい、はい、コンテンツの話は前回ちょろっと紹介していただいたんですけど、そういうのを含めてこうビジネスというか産業として今後盛り上げるためにはみたいな話の切り口でもし考えた時に、うん、よくよく先生が言うのは、素材はいいけどいまいち盛り上がりに欠けるよね、うん、みたいな話とかも先生よくされるので、うん、なんかそのコンテンツの紹介というよりかは、実際に観光産業として欠けているものは何なのかとか、うん、これからその産業として盛り上げるために必要なことってこういうことなんじゃないのみたいな話も、まあ、ちょっとこう、うん、ビジネスライクというか硬くなってるかもしれないんですけど、うん、お話しいただければなと思うんですけど、何か思うこととかありますか？いや結構ね、ま、真面目な話しだすとさ、結構いろいろ考えるところあるんだけど、はい、観光産業ってさ、みんな興味あるっていうかさ、お客さんとしても興味あるし ね、 そうそうね、で大事だなとも思ってると思うんだけど、まずさ、観光産業っていうその産業の特性自体がほぼさ、その付加価値で構成されてる部分がある。つまり原価があまりお金かからないというとちょっと極論なんだけど、すで、うん、に湧いてる温泉を観光化することによってお金を生み出すわけじゃん。ってことは何を言いたいかというと、クリエイティビティが全てみたいなところがあるビジネスの一つだと思うのさ。現代においてはさ、そういうクリエイティビティが問われるようなビジネスが増えていく、まあサービスって大体そういうもんだと思うんだけども、その原価がかかるかからないよりはアイデアの出しによってはなんぼでもビジネスになるっていうところがポイントだと思うのね、うん、だからこそ人の能力がとても大切。もうちょっと言うと、人だけではなくって、うん、その仕組みとか制度とかも含めて体制がとても大切ともこう言えるその分野だと思うのさ。だからこれは単に誰かが頑張るだけでもなくって、例えば地域とかそういう会社であったりとか団体とかっていうことも含めて、みんなでやっぱ頑張っていかないと、でその結果アイデアを出していかないとダメなあのところなのかなって思うと、うん、ある意味先端的なビジネスの一つなのかなっていう感じがすごくする。既存のさ、市場ってあるじゃない、はい、お寺とか温泉とかさ、既存の市場っていうところで、じゃあそこのコンテンツをまた作っていけばいいっていうやり方ってもうダメだよね、うん、で例えばなんだけど、札幌がさ最近、まあ札幌っていうか北海道がね注目されたんで、実は最近じゃない、ニセコとかって、うん、コンドミニアムとかさ、もうちょっととても高くて泊まれないみたいなところもね、富裕層向けにこう作られたりするんだけど、札幌にさ住んでたらさ、今日もさちょっと雪かきしたけどさちょうど降ったんだよね今日ね。降りました、めっちゃ積もりましたもん。うん、腰痛い季節が来たなとか思うけど、こんなのさ降らなきゃいいよねってみんな思ってるよね、どっかで、ね、うん、だけど俺が最初にね北海道来た時もそうなんだけど、街中でこのクオリティの雪降るってすごくないって思ったんだよね、うん、つまり物は見ようだっていうことで、すぐ埋もれてしまうそのコンテンツをいかにコンテンツとして見出すことができるかって、もう人の能力じゃない。でそれを産業化していくっていうのはもうなんぼでもできるっていうか、だから例えばオリンピックの話でもね、30年とか50年経ったらオリンピック開催できるのって札幌ぐらいしかもうないんじゃないかって、世界でも、うん、こう言われているというかね、 都市部で雪が降るみたいなところって珍しいから。確かに、そうすると例えば雪っていうものの見え方が変わってくるっていうのがこのポイントになっていて、うん、でこれって結局さっき言った認識の問題だったり人の能力の問題だったわけ。ということはよ、そういったアイデアを出す仕組みっていうのを地域とかでやっぱ作っていくことが大切だと思うし、例えばさ、聞いたことあるかどうか分かんないけど、DMO っていう制度っていうかね、正式名称は観光地域づくり法人って言って。
て、はい、まあ、簡単に言うとその地域に核になるような法人を作ってしまって、観光っていろんな人たちが関与するじゃない、うん、をアレンジしながら新しい観光コンテンツを作り出していって、それを実行もしていくような法人を作りましょうっていう、ね、まあ、国交省とかのホームページでもねご紹介されていて、すで、はいはい、にいくつかの法人を各地域で道内でもいくつかこうあるって、俺は個人的には例えば札幌でもそういうね札幌型の DMO みたいなの作ったらいいじゃんっていうふうに単純にこう思っているんだけど、こういうことをやっていくってことがこうとても大切なのかなっていうふうにはこう思って、うん、しかも札幌でこういう DMO を作ることってやっぱすごくこう意味があるなって思うのは、さっきも言ったように北海道札幌はそもそも埋もれている潜在的な観光コンテンツは多分無限にあると考えられるってことね、はい、もうちょっと言うとアイデアが大事だって言ったので人が必要になってくるよね。だからその人を作って供給することも含めて地域ぐるみでやったらどうかっていうのは結構思っていて、うんうんうん、だから例えばうち大学なので、大学ってさ俺昔から言ってるけどさ、オープンイノベーションのプラットフォームになったらいいって思ってるのね。つまり企業の人とか、まあ、市町村とかね、その観光庁の人が来て、で大学生もいて大学教授学もあって、単管学の連携なんて言わずに日常的にそういう人がうろうろキャンパスを歩いていて、授業にもそういう人が参加してゼミにもいろんな人がいるっていう状態だったら、そこからこれやったら面白いね、じゃあできるからやってみましょうかっていう風になるよねと、うん、つまりこれがオープンイノベーションだと思うんだけど、こういったそのオープンイノベーションのプラットフォームとして大学が生き残る道がありうると思うのさ。逆に言うと今の大学って閉鎖的で18歳から入る大学生ばっかりでしょ、だからいいアイデアがあっても実現する術ないみたいなね、うん、感じにこうなっちゃうわけじゃない。だからそのオープンイノベーションのプラットフォームにした方がいいっていうふうに思う。で同時に学生はある意味先入観なしでアイデア出せるから、その意味でのクオリティもとても高い。しかもそれをバックアップする学術の力もある。大学の先生もいる、マーケティングマネジメント専門家もいる。だったら例えばさっきの DMO っていうやつともう連携して、大学に観光産業に特化したオープンイノベーションセンターみたいなのを作って、学生とか関与するビジネスマンの人たちが来て、そこで観光コンテンツを開発し、それを実現していくっていうのを大学を核にした、まあ、センターを核にしたようなやり方でこうやっていったら結構いいんじゃないか。でそうすると大学も例えば人を集められるようになるじゃない。で実践的な教育もそこでできるし、それに魅力を感じる学生がたくさんこう呼んできてくれる。しかも札幌が一番やりやすい、札幌でしかできないことたくさんあるから、他の地域に行ってた学生も札幌のその大学に行きたいってなるかもしれないね。でそうすると優秀な学生がどんどん集まるようになって、ある意味東京の草刈り場になりつつあるその札幌の学生層の市場を、優秀な人こそ札幌に残るみたいなこともこう作っていける、うん、ウィンウィンなんだね。地域にとっても大学にとっても企業にとっても、そういうふうなものを作っていくっていうことが構想としてはこうあり得るんじゃないかと個人的には思っていて、うん、まあ、あちこち吹聴してるんだけど、それができたら札幌ってある意味最先端、その分野では。普通の IT とかではもう、まあ、IT 頑張ってるけどやっぱ東京とかの規模に勝てないよね。もうちょっと言うとグローバルな存在には勝てないっていうところあるんだけど、観光産業をベースとした先端的なビジネスモデルを作ることができたら札幌世界でも有数の地域になるんじゃないのっていうふうにはこうちょっと思う。そういう可能性をねちょっと夢見てもいいんじゃないかなっていうのは感じてるけどね。なんか話それるかもしれないですけど、うん、今の話で言うと人づくりじゃないですけど人的資源みたいな人材的な資源で地道にやっていくっていうことしかないんですかね、うん、というのも札幌観光地って聞いてあんましこうパッとジャンルとかが思いつかなくて、札幌でどんな街かって言われたら結構複合的っていうなんかイメージしかない、いろんなものあるよみたいな、うん、まあ、うん、便利なシティだよっていう感じは分かるんですけど、うん、なんかパッと世界観とかジャンルで出てこないですよね。例えばですけど、まあ、ハワイって言われたら南国リゾートじゃないですか。 LA だとストリートジャンルとかヒストリーが有名で、ニューヨークっていうと結構シティポップな感じ、ネオンライトみたいなイメージとか、うん、ワールドカップで有名だったクロアチアとかは童話な世界観とか景観が有名ですごい観光地としてはめちゃめちゃ有名で観光業で、ま、国が潤ってるみたいな話聞くじゃないですか、うん、北海道って何なんですかねなんつうんだろう、その景観的なというか世界観ジャンルが必ずしも必要じゃないのかもしれないですけど、例えばですけど大通公園はパリのエッフェル塔を模倣した感じの空間じゃないですかわかんないですけどね、あのエッフェル塔的なテレビ塔があって周りに芝公園があるみたいな、あパリを模倣してんのかなみたいな。でも札幌駅側行くとまたちょっと違う感じとか、なんかこういろんなこう
ものを引っ張ってきて点々と置いたみたいなイメージがあるんですけど、それでいいのか良くないのかみたいなイメージが思いつかないんですよね。ご飯が美味しいぐらいってなっちゃいそうだ、そうなると重要な指摘だよね。いわゆるマーケティング的な考え方でいうところの、その商品を通じて売ってるものは何かの本質が明確になってない。でその原因は、札幌にはいろんなコンテンツがあるけどリフレクションが弱いので、一体何を売ってるか当事者もよく分かんなくなってきてるみたいな話なのさ。例えば札幌地域を観光地として売り込んでいくときに、何の観光地域なのかっていうのは、スノーリゾートなのか、海鮮がただ美味しい場所なのか、つまりグルメシティなのか、それとも PMF みたいな音楽、まあジャズもあるよね、その音楽シティなのかとか、自然が豊かなのかとか、単なる大都市だからいろいろ買い物ができるっていうことなのか、これが定義されてないってことだと思うよね。これはいろいろあるのがダメなんじゃなくて、いろいろあるように見えちゃってるほど拡散してるってことなんだよね。つまり取りまとめ、はい、統合するようなアイデアが出てないってことなんだ、ね、これはなんでかというと、さっきの話で言うと、アイデアが出ない、それはアイデアを出す仕組みも人もいないっていうことだと思う。だからいろいろやっちゃうんだよね、拡散するのさ。だけど資源ってさ、限られているから、それに全部税金かけてなんかやるってわけにはいかないわけで、でそうするとやっぱりどこかに集約しなきゃなんないっていうのが取っかかりとしては大事なんだよね。だけどその集約すべきところがどこなのかっていう議論ができていないので、マーケティング的に、まあ、そうだから売り込むべきポイントが見つかってないのさ。だから例えば丸々シティみたいなね、言い方があった方がいいじゃんっていうのは、もうまさにそのところで、はい、その定義をやっぱりしっかり反省的に、つまり走りながら考えていかなければならない。で事実今もう走ってんじゃん、いろいろあるじゃない、コンテンツが。それをじゃあどう取りまとめていくのかっていうことを考えなきゃならなくって、それが多分 DMO みたいなこととか、さっき言った大学を含めたオープンイノベーションのプラットフォーム構想みたいなねところでやっていかなければならないんじゃないかっていうふうにこう思う。だからそれが今欠けているところ。逆に言うと走ってもない地域がある中で、札幌は先にもいろいろやっちゃってて走ってて、はい、いろいろあるよねってなってるのはポジティブに捉えてもいいような気がするのね。だからじゃあこれって取りまとめると、札幌ってなんとかシティですよねみたいなことを議論していけばいいと。じゃあここにお金かけてまず一つ大きな見本で作ってみるかみたいな、ね、ことをやっていくと、多分かなり新しいことがこうできるんじゃないかっていうか、ね、先端的なことができそうな気がしてるんだよね。そうですよね、うん、逆に言えばこれまでそこが確立しなくてもこれだけ盛り上がってるし人気がある街であったっていうのはすごいっすよね、うん、だから今から本気というか、うん、そこの核が出来上がればまたさらにこう人気が倍増できるっていう、その可能性とか余白が伸びしろがあるのはすごいですよね、札幌って、うん、やっぱさ豊かなんだと思う。潜在力がすごくあるから、ポツポツ生み出されやすいし、いろいろ気づいたところでいろんな観光コンテンツみたいな仕立て上げをしてるんだけど、それぞれの当事者がそれぞれの思いつきでやってるから、そうそうそう、拡散しちゃってる。豊かであることの裏返しなんだけど、拡散してるからビジネスとして確立しないみたいな弱点もあると思うのね。だってさ、俺たち買うときにさ、何買わされてるか分かんないけどいい感じのものって買わないじゃない、うん、なんかの買い物したって思いたいじゃない。何を買うのかっていうのがないと買いに行けないわけ で、そうするとやっぱそのきっかけとしての本質ってさっき表現したやつなんだけど、札幌に観光に行くという商品を通じて俺たちがお客様に提供できることが何なのかってことをきちんと定義しないとだね。でお客様もそれが分かってそれをもらいに来ましたっていうふうに対価としてお金たくさん払ってもらわないとダメっていうことだと思うんだよね。札幌来たらいろいろあるよっていうのは、あんまりその意味ではそのマーケティング的には売りにならないし、訴求してないことにこうなっちゃう。現状で一番残念なのはやっぱりグルメがやっぱ強いかなっていう感じなんだけど、ね、札幌のグルメってさ、付加価値薄いなと思うの。札幌って北海道ね、海鮮丼ってさ、いやそうだよと。で流通の問題とかもあってね、いろいろあるんだけど、プラスアルファの工夫ないのみたいなね、そう感じが弱くって、例えば面白いなと思うのはツッコ飯ってあったじゃない、うん、えいやって言って、はいはい、イクラをさなんかもうストップって言うまでかけ続けるみたいな、ああいう付加価値っていうのあるじゃん。イクラ丼じゃないのさ、もうツッコ飯食いたいってなってるわけでしょ。でそのいわゆるパフォーマンスを見にお客さんが来るみたいなことがあるわけで、ああいった取り組みがもっとたくさんこう出ていかなきゃなんないし、アイデアってひらめきで出るんじゃないんだよね。何らかの方向性で走ってる時に出てくるものだから、その核となる軸が決まってないと、アイデアって拡散しちゃって、拡散したアイデアっていうのはみんなが乗っからないので実現しないんだよね、うん、ってことは軸になるような核になるような方向性っていうのをやっぱ示していくってことがとてもこう大切なのかなっていう感じ。大きくてもいいと思う。自然なのか音楽なのかとか、うん、だからそういうことをしっかりこううまくね表現していく。これはまあボキャブラリーも必要だったりするしね、
なんかそのストーリー作りみたいなのもこう大事だったりするんだけど、まあ、それをこう一生懸命作るっていう核が、まあ、今核ないじゃない。でそれができるのが俺は大学だと思うんだけど、大通公園の1年間の動きというか変わり映えを見てればそれがすごくわかるというか、夏はお花畑になるし、いろんな国とコラボして、だから本当コラボの街のイメージはありますけどね。秋はオータムフェストがあって、うん、冬になると急に北欧とコラボしてサンタの街っぽくなるじゃないですか面白いですよね。いろんな化け方するっていうのは、ね、まあ、一個の魅力ではあるんですけど、定まってないかは確かにありますよね、うん、でも他の地域から比べるとさ、かなり高いレベルでそれ実現してるってすごいよね。いや、そう、何でも化けれるというか、うん、拡散してるにもかかわらずいちいちイベントとしてはしっかり出来上がってる感じはあるんじゃない。だからこそちゃんとやればもっとすごいんだろうなっていうのも、うん、面白いですね。ある意味可能性というか、いろんなまだまだ伸びしろ、うん、価値が埋もれてるっていう意味では魅力的な街かもしれない。そうですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日もご視聴いただきありがとうございました。たくさんのコメントと質問をお待ちしております。ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。